BTS 来ちゃったぜ。どういう流れでそうなるんだろうって思うぐらい、そうですよ。もうなんか例えばさ、歴史ある音楽番組だったらさ、またって思うけどさ、まだほやほやじゃないですか、いわば。すごいありがたいですよ、ね。いやもう本当ありがたいしね、あんなに愛を持ってずっと最後まで楽しくおしゃべりさせてもらったんですよ。とりあえず俺が一つ今日確実に思ったことは、ケンタロウが今度 BTS のみんなとご飯行くとき、絶対一緒に行こうと思って。繋がりできてるから今日ね。俺もとかじゃないのそこ。あ、いいんですか。事務所。集合。何食べたいって言ってたんだっけ。油そば。油そば。いいですね。行きましょう。油そば行こうよ。